まあ、力のカードっていうのは、長期的な付き合いをしていこうとしてる。戦車のカードっていうのは、とてもチャーミングな男性っていう意味にもなるので、まあ、いい出会いをして、今回のこの共演によって、皆さん、こんにちは。サラです。今日もリクエストいただいた、高橋文哉さんと今田美桜さんの相性を占ってくださいというので、占っていきたいと思います。なんでこの2人なんだろうと、ちょっと見てみたら、現在放送中なんですかね。あ、もう終わったのか。悪っていう、テレビドラマで共演されてたんですね。で、私もこのタイトルをね、聞き覚えがあって、よくよく見ると、昔ね、We Love っていう漫画があって、そこで、確か深見純さんかな、漫画家さんが描いてた漫画ですね、これは。私もずっとね、We Love は好きでね、読んでましたね。連載、ずっと連載をね、いろんな連載見てました。深見純さんっていうのがね、昔もね、一度「ポッカポカ」っていうね、漫画書かれてて、それもドラマ化されましたね、昼ドラで。母様、父様っていうような呼び方をしてたような、なんかそんなホームドラマみたいなね、そういうのがありました。それをちょっと思い出して。で、今田美桜さんと高橋文哉さん、この方はどちらもが魚座で、高橋文哉さんは誕生数が9で、今田美桜さんは誕生数が7。魚座の人っていうのは共感能力が高く、人のテリトリーにスッと入ってしまうことができる人。まあ、こういう性質の人はカウンセラーとかセラピストとかに、まあ、向いてる人が多いかなって思いますね。で、ちょっとスピリチュアルな分野での適性も示してるっていうね、そういう人かなと思いますね。ちょっとね、周りに振り回されやすいとこもあるかもしれませんけど、まあ、優しい、愛情深いっていうのが、講座の方かなと思いますね。で、高橋文哉さんの誕生数9、哲学者、宗教家、無執着、寛容、癒す、影響力というキーワードがあって、誕生数1から8までの数字の体験を今までに持って、それらを進化させるために生まれてきた賢人っていうのが誕生数9の人ですね。だから、まあまあ、魂が古いから、こう大人というか、こう大きな視点に立って物事を見ていくっていうところがあるのかなと思いますね。人道主義者で博愛の精神にあふれている、それが誕生数9の人かなと思います。そして今田美桜さんの誕生数7は、探求する哲学的、分析的、博学、スピリチュアルというキーワードがあります。人生の意味やこの世の仕組みを探求する思慮深い探求者、完璧主義者で人と群れない傾向もある人、まあ、どんな分野においてもエキスパートの地位に上がっていける人っていうね、まあ、そういう人かなと思います。で、まあ、このお二人は、まあ、魚座同士なんでね、相性的にはね、いいと思いますよ。まあ、ただそのね、ネット情報を見ても恋愛の噂があるとか、そういうのはちょっと私は見当たらなかったんですけど、まあ、スムーズに、恋愛するとしたら、スムーズに進んでいきそうなね、お互いの、こう、共感し合えるっていうかね、そういう関係性かなとは思うんですね。で、高橋文哉さんって、私名前何回も言ってますけど、お顔知らないんですよ。21歳？あ、21歳？若いんだ。ああ、じゃあ、今田美桜さんより年下なんですね。2018年から活動している俳優でモデル。2017年6月に男子高生ミスターポン2017にエントリーし、応募者1万人の中からグランプリに選ばれる。すごい。2018年に放送された、日本テレビの
得する人、損する人で地上波初出演し、ウルトクマンとの料理対決で勝利を収める。ん？料理が上手なわけ？2018年4月には舞台初出演、そして同年7月には、アベマテレビ太陽と狼くんには騙されないに出演。2019年に、仮面ライダーゼロワンにて仮面ライダーゼロワン役で主演を務める。主役ライダーを務める俳優としては初の21世紀生まれである。ふーん。で、2022年2月第31回テレビライフ年間ドラマ大賞新人賞でテレビドラマ賞を初受賞する。3人兄弟の末っ子、中学3年生までバレーボール部に所属。趣味はカメラ、特技は料理。もともとは料理人になるのが夢であった。へえ、そうなのね。調理高等科を2019年3月に卒業し、調理師免許と高校の卒業資格を取得した。うん、そうなの。あ、じゃあまあデビューした時もまだ高校に通ってたってことね。高校に通って、で卒業と同時に調理師免許も取ったっていう、すごいね。まあ、それが俳優の道に今はどっぷりと行ってるのかな。テレビドラマは仮面ライダーゼロワンで主役をして、でそれ以降もいろいろと出てますね。まだね、本当3年とか4年なんでね。で、今年の10月に君の花になるっていうドラマに、まあ、ほぼあれですね、主役のような立ち位置でドラマ出演ですね。で、まあ、今田美桜さんとはバルっていうドラマで共演されてたっていうことですね。まあまあ21なんでね、これからどんどん出るんでしょうね。ちょっと私、顔を見せてください。顔を。あー、まあ、可愛らしい、綺麗な顔してる。21歳。綺麗な顔してますね。へー。そう。そうってね、誰にそうって。はい。で、それで、今田美桜さん。今田美桜さんは25歳。福岡出身。で、福岡市天神の、新店長っていうところでスカウトされて、福岡のモデル事務所に所属。これって、橋本環奈ちゃんも、環奈じゃなかったっけ？で、2015年、高校3年生、17歳の時から、福岡ローカルの深夜テレビ番組で初めてのレギュラー出演。出演メンバー最年少だった。当時のニックネームは、みよみよ。で、2016年2月に YouTube で公開された福岡県の観光ビデオで、ひな人形の三人感情を擬人化したキャラクターである三人組ユニット、サギモンガールズの一人として出演した。で、今田美桜さんのポスターがビッグフェイスの社長にの目に留まり、19歳の時にスカウトされる。映画の仕事をしたい、女優になりたいと強く思い、2016年8月に上京。その後、ビッグフェイスに所属。で、2017年ですね。中川俊監督の自主制作短編映画、カランコエの花で主演。で、多くの映画祭で高く評価された。キャッチコピーは、福岡で一番可愛い女の子。これは今田が所属している事務所、株式会社コンテンツ3の社長がつけたもので、今田の東京進出とともに、スポーツ紙や週刊誌などのメディアで紹介されるようになった。趣味は語学勉強。仲の良い芸能人として女優の永野芽郁さんや杉咲花さんなどを挙げている。尊敬する女優は満島ひかりさん。っていうね。で、今回あれですね、テレビドラマでは初主演になるわけですね、ワルが。で、まあ、映画では、まあ、主演もしてるんだけど、ヒロインとして東京リベンジャーズとか、私の幸せな結婚、あ、これは来年公開ですね、
などに出演されてますね。私はあの楽天モバイルかな、米倉涼子さんと一緒に出演してる CM がパッとね頭に浮かびましたけどね。福岡で、ねえ、確かね、あの橋本環奈ちゃんもね、福岡ですごく可愛いって言ってね、奇跡の一枚が有名になってスカウトされた方ですけど、こういう感じでデビューされる方がなんか福岡多いのかな。ね、まあそんなね、高橋文哉さんと今田美桜さんの相性ですね。相性とか、まあ現状とか今後の展開をタロットで見ていきたいと思います。見ていきます。はい、こういう展開です。はい、高橋文哉さんと今田美桜さんの、まあ、現状から今後を展開してみました。うん、まあ、過去カード見ると女帝が見てるのが友達のカード、まあ、友達というかね、あの仲間という感じがするんですよね。で、新しいものを生み出していく上で、まあ、いいタイミングに出会ってるのかなっていう、そういう感じがするんですよね。これはまあ多分共演が決まってから、まあ、いいものを作り上げたいねっていうような、まあ、動詞的なね感じがここには出てるのかなと思いますね。で、まあ、現状から今後に見ていくと、まあ、力のカードっていうのは長期的な付き合いをしていこうとしている。戦車のカードっていうのはとてもチャーミングな男性っていう意味にもなるので、まあいい出会いをして今回のこの共演によって、まあ、女性優位だけれども今後いい関係性を続けていきたいっていうね、まあ正位置なんで前向きな気持ちを持ってるのかなって思いますね。うん、まあ、これがね、あの恋愛に発展するかどうかっていうのはちょっと何とも言えないですけど、まあ、年齢が今田美桜さんの方が25歳でね、高橋文哉さんが21歳っていう、まあ、このカードにも表れてるんですけど、まあ、女性優位な関係性でこれから長く続いていく、もしかしたら高橋文哉さんのことをとってもチャーミングで可愛い弟のようにね思ってるのかなっていう、そんな気がしますね。うん、まあきっとね共演がなければ接点もなかったのかもしれないけど、まあ共演したことによってお互いより親密になっていいこうお姉さんと弟みたいなね、うん、そういう関係がこれから続いていくのかなっていう、そんな気がします。ということで今日は今田美桜さんと高橋文哉さんの現状関係性をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストがあればお寄せください。